こんにちは。今日はお家でできるながら美容をご紹介したいと思います。皆さんおうち時間が長くなっていると思うんですけれども、お家にいる間に美容できていますか？特にね、外出しないとここで受けないといけない美容とかじゃなくて、テレビを見ながらとか YouTube を見ながらとか携帯を触りながらできるながら美容をこれからご紹介したいと思います。まずはじめに紹介するのはこちら、韓国コスメブランドのココスターから販売されているハンドブーケットマスクです。こちらは Amazon で購入しております。ピンクとイエローのパッケージのものを愛用してるんですけども、他にもね、ブルーとかパープルなど、中の成分によっていろんな、ものが出ております。で、こちらのイエローのものは肌にハリや透明感をプラスするプロポリスが配合されています。で、やっぱりね、今の時期ってどこに行ってもね、こう消毒して店内に入ったりとかね、飲食する前に消毒するので、やっぱ手がね、ちょっと乾燥するんですよ。まあ、手が荒れがちというか、ハンドクリームね、持ち歩いてない時もあるので、そういう時にね、やっぱこういったものでケアしていくと結構ね、保湿されて潤いが足されるんじゃないかなと思います。そしてこちら、このピンクの方は甘いピーチの香りがするハンドマスクになっています。これもね、美肌とか、まあ、保湿ですね、まあ、両方ともやっぱ保湿がメインなので、このあたりは香りで決めていってもいいのかなと思います。では早速ね、ちょっと使っていきたいと思います。なんとこちらスマホがね、このまま触れるんですよ。なので携帯のね、 LINE とかもね、チェックしたりしております。もうね、開けるとすごくいい香りがします。もうこの時点でとってもいい香りがしています。でははめていきます。ちょっと今回ね、腕がここまで袖があるんです。気をつけながらいきたいと思います。この辺で中に結構ジェルがついてます。この辺はないんですけど、はい、ジェルがついております。袖に注意したいと思います。で、このシールがついてるので、これを貼っていきたいと思います。シールを取って、で、ここにきっちりと巻きつけて、美容成分が流れてこないように、はい、こんな感じです。しっかり止めてます。はい、じゃあ反対にもやっていきます、ね、なんかデザインも可愛いですよね。香りもすごくいいので癒されます。こういったね、足の角質取るやつもありますよね。ドラッグストアでやって昔やったことがあります。もうちょっとできることならね、このテープが長いといいんですけども、よいしょ、止めていきたいと思います。で、このまま20分置きます。結構リラックスタイムにね、するといいんじゃないかなと思います。あと携帯も触れるので、はい、こうやってなんか調べ物したりね、結構簡単に操作もできますでね。やっぱね、こう使えるのいいですよね。はい、こう画面もね、スクロールしたらこうちゃんと動きます。よくネイルサロンとかでね、ネイルしてる間やっぱこう手がね、動かせないんで、電話がかかってきてもやっぱ取れなかったりするんで、そういう時結構ストレスがね、溜まるんですよ。なんでこういったね、ながらってやっぱ本当に、まあ、手も動かせるし、携帯もいじれて、あと、まあ、何にも考えずにね、こうぼーっとする時にこう香りもいいので、リラックスできるので、とてもおすすめのハンドパックになっております。このハンドマスクには漢方とか、あと植物エキスなどが入っているので、手に優しい設計になっております。あとシアバターとかね、アルガンオイルも入ってるそうです。はい、そして20分経てばこうやって外して洗い流さなくていいので、あとはこう手につけておしまいになります。まあ、こう手首ぐらいまでね、つけれそうです。そんなにたっぷりね、こう滴るぐらいはね、なんか中にこう液が入ってないので、まあちょっと気になる方はね、あとティッシュでオフすれば完了です。次に私がご紹介するのはこちら、ドラッグストアで見たことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、大山式というものです。中は説明書が入っているんですけども、それとこの足につけるこのゴムのものが両足分入っております。はい、で、こちらは親指に引っ掛けてはめていくんですけども、筋トレっていうこちらの種類以外にいろいろなものが発売されています。まあ、種類としてはヒールを履く用の方のものとか、あと姿勢を美しくするようなものもあったりなど、いろんなものがあるんですけども、こちらは一番この太さが太くなっていて、あとこの力が一番強いらしくて、足に、まあ負荷がかかりやすいということで筋トレ用とされているものです。
で、現代の人ってなんか浮き足が多いみたいで、8割ぐらいの方が浮き足だそうで、私結構ね、こう歩き方がやっぱあんまり良くなくて、よくマッサージに行くと、左の足、特に、まあこの前側ですけども、前側が張ってるとか、あと腰が痛くて、まあ、左なんですけど、腰を中心に針とかに通ってるんですけども、やっぱりそういうね、こう姿勢が悪くて、あと肩が結構左が内側に入る癖があって姿勢が悪いんですけども、やっぱり家の中でこういうものをね使って、まあ、歩き方をねちょっと意識して改善したいなと思って使っております。で、従来のものよりややね硬くなってるので、筋トレ効果があるということで、まあ、ダイエットにもいいかなと思ってこの一番硬いタイプを使っております。で、このね浮き足が治ってくれたら、まあ私の腰痛もちょっと軽くなるのかなと思って期待しているんですけども、結構腰痛頑固で、まあこれね歩きってやっぱ習慣だと思うので、まあ、子供の頃からねこう歩いてる癖とか上半身の姿勢とかもあるのかな、なので結構ねなかなか頑固なんで、まあこういったものをつけて家の中でなるべく歩くようにしております。装着の仕方はまず親指をかけます。その後突起を挟んで、そして最後薬指に輪っかを通します。そして安定させたら完了です。とっても簡単につけやすいです。で、この浮き足が治ると指全体でこう地面をちゃんとつかめるので、体の重心が安定するそうです。私はこれ1日つけても全然平気で、まあ、痛くないんで、結構ね体のバランスうまく使えてきてるのかなと思います。ただ会社の子とか他の方が使ったら、まあ、1時間ぐらいで痛くなったりとか、もう結構歩くたびに痛いっていう方もいて、まあ、本当個人差があるんだなと思いました。はい、そしてながら美容3つ目はこちら、ニューアプラスです。この美顔器を使っています。こちらはここをパカッと開けてジェルをだいたいね2往復含ませて顔に広げて、顎、そしてここですね、首で目元あたりをこうくる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 当てていきます。こちらは JMEC っていう会社が作ってるんですけども、ダリア銀座スキンクリニックでも大人気のサーマクールやウルセラを、アメリカから輸入している会社になります。そちらが、サーマクールとウルセラ、引き締めと引き合い効果がある医療美容器なんですけども、そちらのホームケア商品として開発されたものになっています。こちらはクリニックで売っております。なので、まあ、こうふっくらさせたりとかビタミン導入したりの効果はないんですけども、これはもう引き締めに特化して RF が出ていて、そちらでこの肌をタイトニングする効果があります。で、サーマクールやウルセラは以前でも動画で説明したことがあるんですけども、年に1回もしくは2回しかできなくて、で、顔がすごいキュッと引き締め上がるんですけども、そちらのね、持ちを良くするためにこちらが開発されております。で、タイトニングで気になるところ、私はこの口元、この口のこの頬のとこですね、こう脂肪が少しやっぱりふっくらしてくるので、まあ、この加齢とともに、ね、出てくるこの脂肪に対してこういうね RF の美顔器を当てて、なるべくこうタイトニングさせたいと思ってこれを使っております。こちらは片側が4分、こちら片側4分、顎が4分の、12分使う機会になっています。なので、一番最初に紹介したハンドパックとかをねしてる間にこうくる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 してテレビを見ながらやることもあります。まあ、ながらのながら美容ですね手をやりながら顔もやるということでこちら使っております。まあ、美顔器は、ね、これからちょっといろいろ使っていきたいなと思ってるんですけども、本当美顔器によって、効果が全然違うので、まあ合うものをね探していけたらいいなと思っております。本当にとても優秀です。次に紹介するのが最近流行りのハリ状美容液パッチ2つです。紹介するのはまず顔用になるんですけども、いろいろ試していて今愛用しているのがこのショットモードというところの美容パッチになります。こちらは、ピンクとイエローと、あともう一つブルーが発売されているんですけども、私が使っているのはこのピンクとイエローです。どれも効果が違っています。で、こちらは週 1,2 回貼る、家でできるケアということで、寝るときに貼って朝起きたらそれを剥がして、美容成分を浸透させるというものです。最近ね、そのこういうパッチが今とっても流行っていて、まあ、いろんなメーカーから出てるんですけども、こちらビストとかビテキとか雑誌で見かけて、そしてたまたま銀座6で、ポップアップストアやっていたので出会って店頭で購入しました。やっぱりこうインターネットとか通販でこういうの買うことが多いと思うんですけれども、店頭で使い方を聞くと、あ、なるほどなと思って今こちらをね愛用しております。
こちらこのピンクはどこに貼るかというと、この目頭とか眉間ですね。この眉間に貼ります。眉間のシワってやっぱだんだん気になってきて、ここギュッとするとこうシワができるんですけども、このシワがだんだんこの表情がない時でもちょっとこうつくようになってきたんですよ。ほんと困ってて、でこの眉間のシワがやっぱ深くなると、もう何にも無表情の時とか笑ってる時でもこうシワが深くついちゃうなと思って、こういったものをね今使っております。ちょっと開けていきますね。この形状どういうのになってご紹介します。これはもうハリとかね、エイジングケアに最適なものです。でこういった形になっております。はい。でこれ小鼻にもね使えるそうです。私は小鼻には使っていないんですけども、こうやってね眉間に貼って夜こちらに寝ています。だいたい週1回とかですかね。でこちらは、その眉間用なんですけども、はい、この黄色いのは目元や口周りの集中ケアです。こちらも、夜ね化粧水を塗った後に美容液とかクリーム塗る前に貼っています。油分がやはり大敵なようで、油分でね取れちゃうそうなんですよ。なので、なるべくね化粧水の後すぐ貼って、そこを避けて、アイクリームとかね、この目の周りのクリームとか美容液を塗るようにしております。まあ、これかなりね気になってる方多いんじゃないでしょうか。はい、こういう形状になっています。なのでこれは、まあ、こう言ってね沿わせて目尻この辺に貼ったりとか、あとこうやってほうれい線に貼ったりしています。だいたい週 1,2 回これも使っております。まあ、気分ですね。今日どっちやろうかな、あ今週日曜日これやったから水曜日これやろうとかいう風に交互に貼っております。で貼ると少しやや痛いんですよ。なんかチクってするというか、目に見えないこう多分ちっちゃな美容針がね出てると思うんですよ。そしてこの中の成分がこう、ね、浸透するように徐々に徐々に浸透するような設計になっているそうです。でこのメーカーは、化粧水も作っていて、オリジナルの化粧水をつけてからこちらを推奨していました。するとやっぱ効果がねもっと高まるそうです。ちょっとこれだけ貼ってみますね。開けてみるとこういう感じです。ただ今私メイクしているので、ちょっとメイクオフしたいと思います。片側だけちょっと目尻のメイクをオフします。内側じゃあ落とそうかな。この目の貼るあたりを落としたいと思います。笑った時のこの笑いじわ、ここが気になるのでこのあたりにできます。これ自体はね結構簡単にこうピロッと剥がれます。はい、こんな感じです。こっち側も剥がしたいと思います。でこちらを鏡を見ながら、さっきね気になる部分に貼っていきます。この辺に貼ります。ちょっとこう笑いじわが出るこの辺に貼っておくと、まあ朝ねふっくらしてくるというものになります。結構1回でうーんって感じかもしれないんですけど、やっぱ定期的にやっていくと、あやっぱ目尻にやっぱこういうケアしていくの大事だなと、まあ、痛感する感じでこうふっくらねしてきます。もう何にもしないとどん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 ねやっぱ表情じわとか笑いじわが深くなって、もう何も表情ない時にもこうどんどんシワが刻まれていくので、やはりね今こういうね目元集中のパッチなのでね、これ以上シワがこうくっきりつかないように気をつけています。使い方はとっても簡単です。そして2つ目のパッチはこちら、デトッパスというものです。こちらも韓国のパッチになります。これも貼るだけお手軽おうち美容ということで、こちらがお腹用、こちらがお尻用です。でこちらはドクダミとかヨモギ、あとガルシニアとかハーブが入っているので、ポカポカしてくる成分がたくさん入っております。大人気のねボディパッチというのにこうハーブデトックスというのが融合されているそうで、韓国でもとても人気があるそうです。でこちらの使用時間なんですけども、このお腹はだいたい2時間半ぐらい、そしてこちらお尻はだいたい30分程度を貼ると結構あったかくなってきます。やはり最近ねこう夏場部屋がエアコンで冷えて、まあ、あと運動もねやっぱ暑い外に行かなくなってしなくなることも多くあると思うんですけども、こういうのを貼ってると体の内側からポカポカしてとてもねこうあったかくなって、こうダイエットにいいかなと思って貼っております。ちょっと開けていきますね。開けると中はこういった袋で個包装になっています。たるんだお尻をヒップアップということで、ちょっと開けていきます。こういったパッチが入っております。でこれをお尻のねこの下のところに貼ると、まあ、体の中からねポカポカしてきます。温めるの大事だなって思うんですよね。もうエアコンがもう寒すぎて、だいたい家で24
4度ぐらいかな。最近ほんと暑くて25度だと部屋の中が暑いので、まあ、結構ね足元からね冷えていく感覚があります。もう一つの方も開けていきます。もう一つはこういった袋に入っています。これはやや軽いですね。はい、開けていきます。本当に30分貼るだけでもう体がねポカポカしてくるんですよ。こちらはね2時間ぐらい貼って、まあ、じんわりあったかくなります。ちょっと汗ばむぐらいあったかくなります。はい、こういったものになります。これをこうお腹にこう貼ります。簡単ですよね。でこれで家で、まあ、ちょっとリラックスタイムの時にこういうのを貼って、まあ、ちょっと運動したり掃除したりするとより効果的なんじゃないかなと思います。でこういった温める系のものが好きでよく使っています。あんまり夏場に使うことなかったんですけども、これなんか冷房が最近ほんと効きすぎてるのでポカロンでね、カイロで体中温めてるような優しい感じの温かさなのでこちらも愛用しております。昔よもぎパッドがちょっと流行った時期があって、そういったこうショーツに当てて体の芯から温めるというものを使っておりました。でもそれなんかあんまり美容っていうか、まあ、なんかカイロを貼るよりはそっちの方が温まりやすいかなと思って貼ってたんですけども、夏場のエアコンにはこういった方のパッチの方がいいんじゃないかなと思って買っております。ということで今回ながら美容5つご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。どれも簡単にお家で継続できるものなので、家の時間がね長くなっているこの間に使っていけるいいアイテムばっかりだったんじゃないかなと思います。よかったら皆さんもぜひ使ってみてください。それではまた。